食べ終わった後のカップ麺の残り汁を使って海洋環境改善につながるある研究が進められています。今回のプロジェクトメンバーはこちら。身近なことから海の環境を考えよう。岡山理科大学准教授の近藤先生。学生がよくカップ麺を食べているのを見てユニークな研究を思いつきました。こちら、ラーメンの残り汁になりますけど、ここに浮いている油を回収してバイオ燃料を作るということを研究テーマの一つとしてやっています。こちらが実際に取り出した油から作ったバイオディーゼルという燃料になります。ラーメンの残り汁から油だけを回収しバイオディーゼル燃料として利用する。資源の再利用に加え生活排水による水質汚濁の予防にもつながります。食べ終わった後ですので捨ててしまいますけど、この中にもまだ再生して資源として使える油が残っていると。さらに先生の研究はそれだけにとどまりません。このバイオディーゼル、実は面白い特徴がありまして、このようなトレーナーのスチロールを溶かすという性質があります。ですので海岸とかで漂着ゴミ、プラスチックゴミとか、それを溶かして燃料として再利用できる可能性がある燃料となります。近年海洋汚染の原因として深刻な問題となっているプラスチックの漂着ゴミを回収し燃料に変換すれば、資源の再利用と海洋環境の改善を同時に実現できるというのです。漂着ゴミみたいなやつも燃料としてまた使えていけたらいいなというふうに考えています。夢はバイオディーゼル燃料で車を走らせること。地球に、そして海に優しい近藤先生の研究は続きます。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。